はい、マーチュークスと補正でございます。日時はですね、2022年10月の27日でございます。はい、今来ているところは東京都羽村市に来ております。はい、羽村市のですね、富士見公園前店というね、ファミリーマートなんですけども、残念ながらですね、本日、閉店してしまいました。はい、看板等もですね、全部、夕方にね、取り払われてしまいました。はい、非常に残念ですよね。はい、夕方にはですね、業者さんが来られまして、すべてのですね、看板、撤去していきました。はい、何も残っておりません、ファミリーマートさん。うん、場所で言いますとですね、日野自動車羽村工場のですね、産業道路沿いにあったですね、店舗でございます。はい、うん、そこそこですね、長い間、営業していたのではないでしょうか。はい、残念ですよね。はい、うん、全部ですね、看板等もですね、撤去されてしまいました。はい、うん、このようにですね、閉店の張り紙をされております。はい、うん、ここに勝手ながら、10月27日木曜日、朝のね、朝8時ですよ、うん、朝8時で閉店してしまいました。はい、うん、残念ですよね。はい、うん、まあ、こちらにもね、張り紙しております。はい、お店の中はね、どうなってるんでしょうか。あ、すごいですね。朝の8時に閉店ですけれども、中何もありませんよ。カウンターもないですし、カウンターもないし、商品の棚もないし、夜逃げしたみたいですね。何にもないですよ。上の照明もないし、エアコンもないですよ。こんななっちゃうの？今日の朝の8時ですよ、閉店したの。信じらんない。カウンターもない。レジもない、もちろん。嘘。こんななっちゃってますよ。朝の7時まではね、今日のですね、朝の7時までは普通に営業していたお店でございます。ファミリーマートでございます。はい。わぁ。うん、ですね、本日のですね、夕方ぐらいにですね、この看板等ですね、業者さんが、取り外しているのを私、目撃いたしました。はい、うん、なおかつですね、お店のですね、看板もう一つ、大きい看板ありますよね。ポールにね、ポールがあってですね、そこの上にですね、看板が設置してある、やつなんですけども、こちらもですね、見てください。ポールの上にですね、看板があったんですけども、取り払われております。はい。はい、またですね、新しい情報等がですね、入りましたら随時ですね、動画にてアップしたいと思います。はい。現場からは以上でございます。マッチをよくすると。お世話いただきました。